端を折って折り目を入れて広げます。折り目に合わせてハサミで切り、長方形にします。長い方を縦にして長方形になるように横に半分に折ります。さらに長方形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。左右を折り目に合わせるように折って折り目を入れて広げます。折り目を下にして上の縁を4分の1くらい折り下げます。ひっくり返して下の左右の角を折り目に合わせるように三角に折ります。左右を真ん中の折り目に合わせるように折ります。上から4分の1くらいをかぶせるように折ります。内側を広げて立体にします。